先生の社会科授業ということで、今日もやっていきたいと思います。今日の内容はですね、前回から、地方政治についてね、勉強してきたと思うんですけども、今日は具体的に、こちら地方自治の仕組みということでですね、地方公共団体っていう言葉は前回の授業も出てきたりとか、その前もいろんなところでね、出てきてると思うんですけど、実際では地方ではどんな政治がね、どんな仕組みで行われているのかっていうところをね、見ていきたいななんて思っております。で、実はこれがですね、これまで、例えば国会だとかね、その国の政治について勉強してきたじゃないですかね。で、実はその国の政治とこの地方の政治っていうのがめちゃめちゃ似てるんですよね。今日はね、そんなところを押さえてってもらって、あ、ここの部分とここの部分が、国と地方ですごく似てるんだなっていう、その共通点を見つけたりすることで、国の政治、国会の仕組みとかさ、そういうのの復習にも、なる、そんな単元になるんじゃないかななんて思いますので、しっかりと、聞いててもらえると、いいかななんて思います。では早速いきましょう。はい、まずは、こちら、地方公共団体と、いう言葉ね。こちら別の言い方で地方自治体という言い方もありますから、両方ともね、抑えられるようにしておいてください。じゃあ何なのかというと、地方自治を実際に動かしていく政治の組織なんだと、ね。で、具体的には、この地方公共団体っていうのは市区町村ごとであったり都道府県ごとであったりして、それぞれ分かれてるんだと、いうことなんですね。大きな規模で言うと、これ都道府県、例えばだけど何々県っていうのがあってね、その何々県っていう一つの地方公共団体ですし、先生は東京に住んでるんですけども、東京都っていう一つの地方公共団体、沖縄県とか北海道とかね、大阪府とかも、それも地方公共団体のうちの一つになります。で、その都道府県をさらに小さい、枠組みで見ていくと、こちら市区町村っていうのになっていくと思います。多分皆さんね、今ねこれを動画見てくれている、皆さんね、自分の、住んでいる地域が何々市とか、ね、あるいは何々区とか何々町とか何々村とかね、あると思うんですよね。で、これもだからさらにこの都道府県をよりこう細かく見ていくとね、何々市があったり何々区があったりするよねっていう、これも一つの地方公共団体っていうことで、合わせて押さえておいてください。で、一つだけ、ここちょっと気になりますよね。なんでこの区がカッコなのっていうところでね、気になってる人もいると思うんですけど、これはね、もしかしたら東京に住んでいる人と東京以外に住んでいる人で感覚が違うかもしれません。東京に住んでいる人は、東京23区って言ってさ、なんとか区なんとか区ってのあるじゃないですか。あの東京23区っていうのは特別区って言われていて、あの特別区だから、その東京にある23区の区はこれは何々市とかと同じ権限を持ってるんですよ。いい。だから何々市とか何々町と同じ権限を持っている区になります。だから、区ごとに、後で出てくるんだけど、区長とかね、区議会とかっていうのがあったりするんですよ。ね、それはだから他の何々市とか何々町とか何々村と同じ権限を持ってるからだよ、そういう地方公共団体のうちの一つなんだよっていうふうに、認識してもらいたいですね。で、それ以外のさ、多分地方に行くと、多分今もしかしたらね、この動画見てくれているこの中でも何々市の中に何々区ってのがあったりとかすると思うんですよ。その何々市とかの中にあるその区っていうのは、いい、このやっぱり何々市とか何々町とか何々村とは違う権限のものですから、例えばだけどこういうね、市長がいないよとかね、議会を持ってないよっていう地方公共団体としての機能を持っている区と持っていない区があるので、こちら括弧になっているんだってことでね、押さえておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。
さあ、ではですね、それぞれ、市区町村、都道府県がどんなね、仕事をしているのかっていうところを見ていきましょう。まず、市区町村、まあ、より皆さんの、生活にね、身近なお仕事をしているものが、まあ、市区町村になりますよね。ここに書いてある住民サービスは、例えば、区役所とかに行ってね、なんかこう、住民票を取ったりとかさ、あとはね、ね、なんかこう登録したりとかさ、いろいろそういうのがあったりとかすると思うんだけど、あれってさ、多分近所の区民事務所とかさ、なんとか区役所とか市役所とかそういう役所に行ったりとかね、してね、あの他の住民票出すかね、いろんなそういうのとか取ったりしてるよね。まあ今はほらマイナンバーカードとかってのもできて、結構コンビニとかでもね、そういうのがね、手に入ったりとかいろいろね変わってきてますが、こういう住民サービスをね扱っているのがまさに市区町村の役割。福祉サービスっていうのも、これはまあ介護とかあとは保育所とかがね、こういうものの対象になるんだけども、まあうちの子もね保育園に通ってるんだけど、保育園とか行くときにはやっぱり自分のね、区の役所にこう届け出をして、こうなんだろうな、なんかさ、保育園にね、入りたいですっていう希望を出してね、まあそれが通るか通らないかなんてところでね、結構ね、働く親としてはこうドキドキしたりとかしてね、大丈夫かな、保育園入れるかななんていうところもあったりね、するんですけど、やっぱりこういうのも扱ってるよと。ね。で、一番やっぱり先生がすごく身近だなって思うのはここですよね。小中学校の設置、運営というところで、皆さんが、住んでいる、地区の、学校は、なんとか区立とかなんとか市立とかそういうふうに、名前がついていると思うんですよね。なんとか区立なんとか中学校とかっていう名前がついていて、あのなんとか区立っていうのは区が作ってる学校だよっていう意味なんだよね。はい、だから、小中学校の設置、そして運営なんかもこちらが、になっているよという話。はい、その他以外にも、水道の整理とか都市計画、消防なんかもね、担当しています。さあ次、都道府県。都道府県はやっぱり市区町村に比べたらもっと広い範囲の、担当になりますから、広い範囲の医療とか交通網の整備。ね、そういうものを当たったりとか、今度こっちはですね、高校の設置、ね、ということで、例えば東京都であったら都立とかね、他のなんとか県だったら県立とか府立とかそういうのもね、あったりすると思うんだけど、高校は、まあ、やっぱり都道府県ごとにね、作られているというところでね、まあ、設置運営にあたる。あと警察なんかも、これもさ、刑事ドラマとか好きな人はさ、こう、なんか捜査してる、ね、あの、警察官の背中とかにさ、なんとか県警とかってね、あったりとかするじゃないですか。あれをイメージしてもらうと、あ、なるほど、警察っていうのは、都道府県がね、ごとに、あるんだな、なんていうところで、見てわかるんじゃないかな、なんて思います。で、学校に関しては、一応だから、市区町村が小中学校を作ったり、都道府県が高校を作ったりっていうのが、まああるんだけども、これはあくまでも公立の学校の話であって、学校は全部が全部公立じゃないじゃないですか。例えば、私立といってね、要は、まあ、一般のね、そういう人たちが、まあ、お金を出して、ね、学校を作っているっていうね、まあ、そういう私立っていうね、ものがあったりするんで、私立の小中学校、私立の高校とかっていうのもあったりするよっていうのもそうだし、あとは国立っていうのもあったりしますよね。うん。だから、一概に、あ、小中学校は全部市区町村が作ってて、高校は全部都道府県が作ってるんだ、ではないよっていうことを補足させてください。いいですか？さあ、こちら前半、ラストになります、こういったいろんな仕事があるんですけども、こういった仕事を実際に担う地方公共団体の職員が、地方公務員と、呼ばれるものになります、まさに、先生も、去年まで、去年というか今年の3月まで、ね一応東京都の、教員をやっていたので、東京都の地方公務員という形で、中学校で先生をやっていたというところなので、もう本当この辺の話はね、すごくこう身近に、ね、感じております。はい、ということで一応地方公共団体については以上です。ここまでよろしいですか？